ひまわりさんからいただきました。ありがとうございます。今愛犬のシーズーちゃんをアクリルで描いていますが、口周りも体も正面だと白いので毛並みがどうすれば描けるか悩んでいますとのことなんですが、真っ白い動物って結構描くの大変だと思います。っていうのも白で描こうとすると、真っ白だけで描こうとするとこう遠近感がなかなか出せなかったりとか、あとはもう毛を何回も何回も何回も描いても同じ白で描いてしまうとその立体感が出なくて毛っぽい感じが出ないと思います。なのでポイントとしては真っ白じゃない部分の色を探して描くっていうことです。でそれも白と混ぜながら描いていくのもあるんですけど、それよりも最初は真っ白では塗らずにちょっと色がついている部分、例えば、ちょっと薄めのグレーだとか、あとはクリーム色とか、いろんな色、こう写真とか本物見てもこの首周りとか、例えば毛の体に近い毛の根元の部分とか、そういうところって色が若干違うと思います。なのでそういう色を見つけて全体をまずそういう少し色のついた絵の具で塗ってから、それも毛並みの通りにですね塗ってから、だんだん色を明るくしていって最終的に白い絵の具で塗っていくと立体感も出て、さらに、まあ、真っ白の色の後ろにちょっと色がついたものを乗せておくとこの白もね際立つので、一本一本描いた時に毛並みがちゃんと見えるかなと思います。なので真っ白で描こうとせずに、まあ、鼻周りとか体っていうことなんですけど、鼻周りも真っ白じゃないです、真っ白ですけど毛の一本一本の、例えばこうなってる毛のこういう境目とかはですね必ず何かしら色がついてるはずです。影とかね、こう立体になっているはずなので、そういうのを探してみてください。